現在活動している救助隊は法律で定められた装備を有する特別救助隊で、横浜市では通称 YR と呼ばれています。これは発足時に陸上自衛隊のレンジャー部隊の下で訓練を行ったことから横浜レンジャー、通称 YR と呼ばれ、救助工作者の側面にも表示されています。のヘリコプター大山が地上や屋上に逃げ遅れた方がいないか低空でホバリングを行い検索活動をしています。瓦礫現場の救助活動をご覧ください。活動しているのは横浜市の特別高度救助部隊、機動第一救助隊です。特別高度救助部隊は通称スーパーレンジャー SR と呼ばれ、高度な救助技術と経験装備を身につけた隊員40名で構成する人命救助の精鋭部隊です。今活動している現場では負傷者が瓦礫に埋もれている模様です。外部からは確認できず、特殊な資機材を活用して救出しなければならないため、時間がかかると思われます。現場には災害救助犬が活動を開始しています。活動に当たっているのは NPO 法人救助犬訓練協会、NPO 法人神奈川救助犬ネットワークの災害救助犬です。ただいま横浜消防の SR と一緒に瓦礫や倒壊家屋の下敷きになっている負傷者を検索して活動エリアや方針を協議しています。災害救助犬はハンドラーと呼ばれる専任の育成者と災害現場に駆けつけて、人間の数百倍から数億倍とも言われる犬の嗅覚を利用して倒壊した建物や土砂の中から人の匂いを感じ取り、閉じ込められた人を探し当てます。地震により被害や台風、集中豪雨による土砂災害、林野での行方不明者の捜索などの災害現場で活躍しています。ただいま会場に到着した部隊は現地調整所から神奈川県を通して要請しました陸上自衛隊です。まずは陸上自衛隊の指揮隊、救助隊が現地調整所に合流しました。陸上自衛隊第31普通科連隊は横須賀市竹山に駐屯し、神奈川県の防衛警備災害派遣を担当する部隊です。
側の2階建ての倒壊建物で救助活動をしているのは神奈川県警察の第一機動隊です。この部隊は広域緊急援助隊特別救助班でポリスティームオブレスキューエクスパーツ、通称 PLEX と呼ばれている部隊です。新潟県中越沖地震を契機に平成17年に編成されました。ただいま特別救助班は倒壊建物内部の負傷者を救出するためエンジンカッターなどを使用して建物に侵入口を作る救助活動を行っています。何を理解か、中央のがれき現場で活動しているのは東京消防庁消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキューです。ハイパーレスキューは高度で専門的な技術能力を有する隊員と大型重機や最新の救助設装備で編成された自己完結型のレスキュースペシャリスト部隊です。現在がれき現場で横浜消防の SR と連携して安全かつ効果的な活動エリアを設定して効率的な救出活動を行っています。会場右奥では消防隊がオレンジ色のエアーテントを組み立てて仮救護所を設置しています。その隣には多くの負傷者に対応するためのトリアージポストを設定しています。トリアージとは一度に多くの負傷者が発生する災害現場などで一人でも多くの人命を救うために緊急度や重症度に応じた治療の優先順位を決めていくことを言います。このトリアージ活動を行う仮救護所には救急隊を配置します。会場の皆様、上空をご覧ください。横浜消防のヘリコプターが地上やビルの屋上に逃げ遅れた人や負傷者の有無の確認のため低空でホバリングを行い詳細に検索活動をしています。消防局のヘリコプターは複雑多様化する災害や救助現場に対応し市民の安全を空から守るため2機のヘリコプターにより災害現場の情報収集、映像の伝送、救助、消火、広報、救急患者の搬送などの様々な活動を行っております。会場に出場してきました警察車両は
大阪府警察、福岡県警察の広域緊急援助隊です。広域緊急援助隊とは、国内で大規模災害が発生した場合に、都道府県の枠を超えて迅速に対応するため、高度な救助活動を行う専門の部隊として、平成7年6月に発足しました。これよりこの部隊の隊員が事故車両に閉じ込められている負傷者を大型油圧救助器具などを使用して救出します。皆様、対岸をご覧ください。横浜市場冷蔵株式会社の倉庫に航空自衛隊のダークブルーのヘリコプターが飛んでまいりました。倉庫の屋上では出入り口が塞がれて出られなくなった負傷者が手を振っているようです。これより航空自衛隊のヘリコプターにより負傷者が救出されます。今、航空自衛隊の方がヘリから降りてきました。こちらで救出された負傷者は海上救護施設の巡視船伊豆に搬送される予定です。
ご来場の皆様、海の方をご覧ください。ただいまから津波による海上漂流者の救出救助訓練を行います。この訓練は津波が到達して岸壁から流された負傷者を海と空の部隊が救出します。右手から出場してきました白い船は横浜消防の夢浜水上消防隊です。この船には本牧和田水難救助隊の潜水士が乗船しています。左手から出場してきた水上バイクは神奈川県警のミサゴです。続いて右手から出場してきた船は海上保安庁の巡視船伊豆に配備する高速警備救難艇です。この船は小回りの利く高速船で漂流者の直近まで近づいて潜水士が確保救出活動を行うものです。右手に見えます白い船は神奈川県警察横浜水上警察署の箱根です。右手の倒壊建物で救助活動をしているのは米海軍の根岸消防隊です。大型の削岩機やエンジンカッターなどを使用して外壁を破壊、切断して中にいる負傷者の救出活動を行っています。ただいま飛んできました赤と白のヘリコプターは横浜消防のヘリコプターハマチドリ1号です。漂流者をいち早く確保するため潜水士がヘリからダイビングエントリーを行います。海からの高さは約7メートルです。
次に上空から侵入してきたヘリコプターは海上保安庁のヘリコプター犬鷲です。この機内には